ちらといえばロットだったらやっぱ佐々木朗希だと思うんで、豆とかなんかの体調不良があって抜けるっていう時期がなければもう15勝以上なんて絶対いくだろうし、まあ、パリーグになるんですけど、千葉ロッテマリーンズこの交流戦前で首位っていうこの結果についていかがでしょうか。まあ、どのチームもそうなんだけど、やっぱりピッチャー陣なんだよね。ピッチャー陣がうまくこう回転してるとき回ってるときって強いときだと思うんで、だからそれを、吉井監督がうまくこうマネジメントできてるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ、もともと力のあるピッチャー多かったんで、速いピッチャーが多かったんで、それをうまく、操縦してるというか、だからその辺は吉井監督の手腕っていうのは評価できるんじゃないかなと思います。今年は吉井監督、投手の監督っていうのってやっぱり違ったりはするんですかね。それはかなり違うと思います。で、吉井監督じゃないか、井口監督がそれができなかったっていうことではなく、やっぱり最後の決断するのって監督なんで、だから例えばピッチングコーチがどうしましょうかって言った時に決断するのが監督なんで、だからその監督 の考え方ってやっぱりピッチャーと野手って絶対違うので、だからコーチが持ってくる話っておそらくそんな変わってないはずなんだよね。だけどそこで吉井監督が最後にこれで行こうって言って決めるのと、井口監督がこれで行こうって言って決めるのはやっぱりそれはちょっと多少ズレがあるし、だからトータル的に、やっぱり吉井監督っていうのは今までも、ピッチングコーチとしての経験もすごくあるので、だからその辺はやっぱりトータルで考えてると思うんだよね。だから極端に言うと春先なんかはあんまり無理させないで先発も下げちゃったりとか、だからこれは後で頑張ってもらわなきゃいけないから、その辺をしっかりこう、うん、抑えとくとか、だからそういうこともできてるのが今のロッテだと思うんで、だからそういうことをやってくれてるおかげで先発もそうだけど中継ぎにしてもそうだし、だからそういうところもうまくこう回転してるんじゃないかなというふうに思いますよ。だから今の時代になると中継ぎで3連投ってなかなかさせないとかそういうのがあるし、だからそういうところっていうのもやっぱり、まあ、これは井口監督がどうとかじゃなく、やっぱりピッチャーと野手の考え方ってちょっと違うんで、だからピッチャー出身だと3連投目ってもう極力避けたいっていうのはもうあるけれど、野手の人っていうのは3日ぐらいはいけるでしょうというような感覚がちょっとあったりすれば、そこで頑張らせちゃってこのゲーム絶対取りたいとかっていうのは、それはもうどの監督も野手の監督もピッチャーの監督も一緒なんで、だけどやっぱりこのあとどうしたいかっていうことがあるのとやっぱりないのと、その差っていうのは絶対出てくると思うんで、この若手が育ってきたのは、じゃあ逆に言うとそれは井口監督の、まあ、積み重ねてきたところが、そう、これは、まあ、プロ野球の世界だから勝った年の監督ってやっぱりすごく評価されるんだけど、そうじゃなく流れって絶対あるんで、やっぱりそういう人たちのこうなんか努力というか、教育というか、なんかそういうものがやっぱり今年開花してるんだと思うんで、うん、だからさっき野手の監督がどうとかピッチャーの監督がどうって言ったけど、それはだから決して間違ってるやり方ではないと思うし、だから例えば去年だって井口監督が、佐々木朗希を最初の時完全試合はやったけど、だから2試合目の時に下ろしたとか、だからそういうこともやっぱり我慢してくれてると思うんで、だからその辺はやっぱりこう段階踏んでたと思うんでね、だから今頑張れてる選手たちが結果を出せてるっていうのはやっぱり井口監督の功績ってすごく大きかったと思うし、まあ、その前もそうだけど伊藤監督とかねあったけど、だからその辺の人たちのこう努力というか教育っていうのが今開いてるんじゃないかなというふうに思いますけど。でいうと、まあやっぱり佐々木朗希としてまあもう今日本もう最高峰のピッチャーだなって思うんですけど、うん、やっぱりその育成みたいなところロッテの凄さなのかなっていうのは感じますかね。まあ育成の凄さって、まあ今はもうどのチームもそうやって計画立ててやってるし、それがうまくいって、まあ、今言ってるのがロッテだと思うし、だからそこだけではないと思うんだけど、特に佐々木朗希というのはやっぱり目立つ存在なんで、彼の育成っていうのはものすごく成功例だと思うんだけど、やっぱ相当我慢したもんね。だからもうファームでもゲーム投げなかったりとかっていう時期が長かったし、で一軍に上がってきても球数の管理されたりいろいろしながら今があると思うんで、その辺はやっぱりこう、計画性はしっかりできてたんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。でもロッテでいうと、まあ、佐々木投手今年じゃ何勝ぐらいいきそうですかね。十分に2桁はいくだろうし、負け数ってあんまりないと思うんで、ロッテ自体のチーム力が今いいんで、うん、で打線の方もね非常に頑張ってくれてるので、そうすると
本当に今までは山本由伸一人のものだったじゃない、タイトルが。今年はかなりこう、佐々木朗希の流れる可能性はあるかな。流れるって変な言い方だけど、うん、佐々木朗希が取る可能性が、じゃあ結構接戦になるそうだなっていう部分、うん、だから例えば最多勝にしても防御率にしても山本由伸とこう争うとか、どっちが取るかわからないような、今までだったらもう山本由伸がドーンっていっちゃってるみたいな感じだったけど、もうそういう時代じゃなくなってきてると思うし。あ、なるほど。じゃあ逆に15勝とか15までいくとちょっとさすがにどうなのかな。まだ今まだあのほら空いてる期間があったから今4でしょ、だからまあ2桁は十分にいるけど、まあ15近く、うん、なるほど、うん、豆とかなんかの体調不良があって抜けるっていう時期がなければもう15勝以上なんて絶対いくだろうし、もう8割9割勝ちそうな感じだったと思うんで、だから言ってもおかしくなかったけど、やっぱりこういう空いちゃう期間がどうしても出てくるから、だからそうすると2桁以上みたいな感じになるかな。若手の打者でいうと荒木さんから見てこの選手いいなみたいな選手はいらっしゃいますかね。僕はあの安田、ここに出てる安田、藤原なんかはやっぱりこうブレイクって、まあ今までも出てるんだけど完全にこう独り立ちしそうな感じは出せてるかなって、まあ、これもファームから一緒に見てるけど、うん、やっとなんかファームで見てる、パフォーマンスが出せてるかなというような感じがしますよね。その辺が魅力ですかね。やっぱり2人とも思い切りのいいスイングができるので、で攻めることができるので、そういう勇気を持ってる。攻めるっていうのはどんどん打ちに行ける。あ、なるほど。ただこう打ちに行くのも当てに行くんじゃなく、もうしっかりこう触れるっていうのはすごく魅力があるかなと。やっぱ本拠地っていうのはやっぱりやりやすさとか、その、まあ、今年からだって全員が応援してくれてるんだもん基本的に。なんかプレッシャーをかけるということよりもやっぱり背中をあれだけで、特にロッテのあの ZOZO の球場の雰囲気ってすごいじゃない。全員がこうジャンプしながら応援してくれてさ、だからあの雰囲気の中でやれるっていうのも選手は本当幸せだと思うので、で今年あのまたあの声出しが戻ってきたんでより響くもんね。声があるかなしかって結構あのぐらいのレベルの応援になると変わってくるんですか。もう全然違うから、今までと違うし、うん、やっぱり、ロッテというチームはあのやっぱりファンの方の応援っていうのが外せないかなというような感じはしますね。選手からするとやっぱり後押しになるんですかね、うん、ああいう声っていう。やっぱり勇気をもらえるよね、うん、だから例えばさ、ピッチャーなんかでもボール3で3ボールになっていくと結構拍手が湧くじゃない、うん、頑張れみたいな感じ。ああいうのあれ一つでも全然違うと思うし、キーとなる選手みたいないらっしゃいますかね。まあ間違いなくある佐々木朗希だよね。彼がやっぱり、軸で、だからやっぱり軸になるピッチャーが何人かこう安定してずっとシーズンやってくれればいいわけで、そうするとやっぱり、連敗っていうのはなくなるから、そうすると今いい位置にいるからそれはキープできていくと思う。だからこれが例えば佐々木朗希が豆を潰しました、そしたらそこで小島とかあの辺なんかが、小島投手とかがちょっとプレッシャーを感じて自分がやんなきゃいけないというところでちょっと自分の力が出しきれなくなってくる、そうすると1人かけ2人かけってなってきた時にはちょっとね、黄色信号が出てくるかもしれないけど、今のところはだからそういう意味では柱を作るわけだから、で柱といえばロッテだったらやっぱり佐々木朗希だと思うんで、やっぱりキーになるのは彼だと。彼がどれだけこうなんだろう、一軍で投げ続けることができるか、これは大きな問題になると。ロッテの場合は特に佐々木朗希という大きな存在があるので、彼の存在って多分すごく大きいと思う、ね、まあ、正直言うと佐々木朗希が来たら絶対勝てるっていう雰囲気あるじゃないあるですか、ね、で相手チームからしても、まあ、佐々木朗希はだから多少だから負けても次で勝てばみたいな計算をすると思うんだよね。だからそういうところだと思うんで、そういう意味では必ず佐々木朗希っていうのが6連戦で必ずどっかで投げてくれるとか、うん、してくれたら、で長いにも投げてくれるのでリリーフ陣も結構休むことができるし、じゃあやっぱりじゃあ佐々木がこのまま怪我せずに、1年間ローテ守りきった場合はもう可能性は十分にあるって感じですかね。ただ十分にあるんだけど、これはセリーグと違ってパリーグの場合はソフトバンクとオリックスという強いチームが2チームあるので、だからそれは今言ってるけどそんな簡単にいくもんじゃないと思うんで、かなりこう混戦になっていくんじゃないかなと。
ソフトバンクがまだね力出し切れてないだけにちょっとまだもたもたしてる感じが受けるので、だからあそこが必ずどっかで上がってくると思うので、その時にはちょっと混戦になってくるかな。